清涼高校で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた八神は、そこで偉人帳の便利や桑名と鉢合わせる。だが桑名と沢先生の間に一体何の接点があっただろう。桑名、なんであんたがここに。沢先生とつながってるのか、あんたが。まいったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。よう。なんで RK がここに。いや、後ろからも来てる。どうなってる。こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした。どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえように。Yeah!
狙ってんだろ。すまねえ。お前の闇だ。わかります阿久津さん。下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃな、残された者同士至近の人行くか。余計なとこにしゃしゃり出てきやがって。ざけてんじゃねえぞこれ。
沢先生。はい。警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。矢上さんは大丈夫なんですか？ええ。それより先生、桑名とはどういう。沢先生、とにかく部屋にいてください。それじゃあ？あ、てめえ矢神じゃねえか。おい、なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね、けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないぞ。ああ、調子乗ってんじゃねえぞ、怪盗のおまけごときがよ。やりやがったな。おい、集まれ、矢神だ。また RK に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど。しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ。おとなしく死んどけ。からでも来な。
よう、待ってたぞ。逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまっててよ。やがに、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かね。終わりだ、ヤガミ。寝てろ。なめんな。悪いな、やばい。これからだぜ。
桑名。おい桑名、くそ、礼も言わずにとんずらかよ。止まれ八神。さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ沢先生、やめろ。くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。